ファイナルファンタジー10、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、イフリートが仲間になったところで近藤さんでね、近藤さんが仲間になったところで、とりあえず先進んでいこうか。穏やかな街なんだけどなぁ。あ、なんか喜んでる。どうしたん？妹を助けてくれたのはあなたね。あの宝箱はほんのお礼よ。遠慮しないで受け取ってね。あ、いいんですか？エーテルか。まあまあまあ、使うか。ありがとね。で、どうすればいいんだろう。こっから。あ、そっかそっか。次のとこに移動するんだよね。乗船しよう。さーて、次はいよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおくよ。おーい。着いたらすぐか。ポルトキーリカからルカ。船旅がメインだな、やっぱ。二人でなんか話してんのかな。なんか狭い部屋だな。ルカの奴らに、一服持ってやりたいぜ。じゃなくて、一泡吹かせてやりたいぜ。どっちが本音なんだ。めっちゃガクガクしてる。なんだこの寒気は。どうした？大丈夫か？うちの女ども何か企んでやがるな。ああ、怖え怖え。おらか、あの子ちょっと可愛いじゃない。ん？あの子ってどの子だお前。手出したら許さんぞお前。なんかないかこの辺。あ、箱あるな、これ。これか。お、ハイポ。よし。セーブしとっか。セーブ。ほい。セーブの速度が速くて助かるよね。最近ちょっと古めのゲームばっかやってるせいでさ、めちゃくちゃ遅いんだよな。あ、チョコボチョコチョコチョコボ。ララ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 。ちょっとびっくりするな。ちょっとびっくりするな。さて、どこ行こうかな。こことかとりあえず見とくか。あ、アルベド語だ。よしよし。これで結構、解読はできていってるんじゃないのかな、とは思うんだけど。どうなんだろう。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら？そん時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと？どうすれってんだよ。言うならガードに従ってる。ああ、それそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰？俺だってのかよ。俺だよね。可愛いよな。自分のせいで揉めてる光景めっちゃ嫌だよな。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ？ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でもそれ本当なのか？本当にジェクト様の息子なのか？真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。
なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの？考えてっけど、結局あいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。ひひどうなるのが一番いいのかしら。ルーレンさんもいろいろ考えてくれてんだな。あんたから進めてみたら。何を？ユーナのガードになること。なんで俺が？ユーナからは言えないでしょ。なんで？父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う？君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか。分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。こういうの聞いちゃうとなって感じだな。いや、やっぱいいやつだよな、若。父親が嫌いなのか？そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺、両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから、少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。そうか、なんかそう考えると贅沢か。そろそろ寝とけ。ルカに着いたらすぐ試合だ。そっか、わかった。ルネさん、ちょっと考え事してるから悪いよね。あ、こちらこそ。ちょっと考え事ごめんごめん、連打しちゃった。ごめんね。知り合い見つかるといいな。試合の時は思いっきり目立てよ。あ、ありがとう。やっぱいいやつなんだよな、わっか。お、ボールがある。奥にいるあいつはこの頃からずっといるんだな。これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。え、手使ってもいいの？このお前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。これは苦手になるな。それだけ自信がある。いい人だってのはわかるんだけど。ジェクトシュートチャレンジ。ジェクトシュートを放ったとしてティーダに、あの日の思い出がまとわりついて邪魔します。ティーダがジェクトシュートを打つまでに、できるだけ多くのあの日の思い出を振り払い、ジェクトシュートを成功させてください。え？例えば、あの日の思い出が左上に出たときは、場所とボタン？こう。こう。丸なのか。はいはい。中央に出たときは、方向機やスティックを操作しないで、丸で振り払うことができます。少し練習してみましょう。はい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 。漢字は使いましたが、次は本番です。ジェクトに負けないように頑張ってください。ここか。え、ダメ？ほーら、できやしねえ。ああ、もう一回だ。あ
あ、これ…あ、これやり直しってできないんですかね。やり直しってできないのかな。ロードしてきていいか。ロードしてきていいか。ちょっとロードしよう。よし、戻ってきた。これあれでもいいのかな。十字キーでもいいんだったら全然これでやるんだけど、いけるな。十字キーじゃねえや、これいけるか。いけたんじゃない。おお、何が特別だってんだ。おお、すっげえ、なんて技だそれ。ティーダシュート。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。ボールどんどんなくなっていくけどさ、なんで無尽蔵にあるんだよ。あ、言うな。どうだった？やっぱりただものじゃないよな、お前は。ユーナどうだった？今度は成功したんだけど。ネクトシュートだよね、さっきの。知ってるんだ。なんで知ってるっすか？子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。やっぱ本人なのか。名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか？わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人？うん。だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ねえ、会えたらどうする？10年前に死んだと思ってたやつだぞ、今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユウナならわかるだろ。ん？ユウナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まっすぐだな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。俺は？もっとかわいそうだね。で、いた。さっきの、もう一回やってくれ。ああ。普通に伝えろよ。何当ててんだよ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ、他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず、何かが起きる。そんな胸騒ぎがして、眠れなかった。何か。大会で活躍するっす。なんて言ってたのは、不安を紛らわす
から元気ってやつでさ。まあ、セーブはいいか。うわ、すげえ綺麗なとこだね。さあ、出場チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが、そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ、続いて出てきたのは、おーっと、あれは伝説のチームビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説、バカにされてんな。あまりにも勝てない奇跡のチーム。23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついてるらしいぞ。怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうですね。さて次行きましょう。次、続いての登場は、もうなんか扱いが春うららみたいになってんのか。我らの英雄ルカゴワーズ。パワー、スピード、テクニック、チームワークとファインプレー、すべてを兼ね備えた最強チームがルカの町に帰ってきました。文句なしに最も優勝に近い最高のチームですね。去年に引き続き今大会も制覇して伝説に彩りを加えることでしょう。そうです、その通りです。ご覧ください、この盛り上がり。まるでルカの町全体がゴアーズの栄光を祝福しているようではありませんか。町は知っているのです、勝利をつかむ英雄の名を。そう、その名はルカ・ゴアーズ。まあ毎年こんなもんよ、いちいち気にすんなって。調子乗んなよゴアーズ。お前らがでかい面してられんのも今のうちだからな。今年の優勝は俺たちビサイドオーラカがいただく。このすっとこが恥かいたぜ。でも目立ったぞ。スフィアに映ったぞ。映ったって？うん、映ったか。マイカ総領事ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか。マイカ総領使がご到着なさるの。マイカ総領使。マイカ総領使はエボンの民の頂点に立つお方、聖ベベル宮から互換戦にいらしたの。総領使の在位50周年記念大会だからね。在位50周年ってすごいな。いい加減引退した方がいいんじゃないの。おい、そうだな、言葉を慎めよ。私たちも迎えに行こうよ。あ、でも50年もやってたらなみたいな思うよね。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。それでは、まあいいか、ここで一旦区切ろう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。